バイエルン州首相フランツヨーゼフシュトラウスと会見するアルテンブルク・ボルフガング・アルテンブルクはドイツの軍人。最終階級はドイツ連邦軍大将。1983年から1986年まで連邦軍総監を1986年から1989年まで北大西洋条約機構軍事委員会議長を歴任した。 西プロイセンのシュナイデミュールに生まれる。第二次世界大戦中の1944年にヘルゴラント島で海軍補助員の任務に就いた。戦後はブレーメンに住み食品業の職業訓練を受けた。1956年にドイツ連邦軍に入営して士官候補生となる。商工教育を受け部隊勤務を積んだ後、 ハンブルクの連邦軍大学に学んで参謀教育を受けた。その後国内外での参謀将校としての任務に従事。特に国防省での勤務が多かった。1975年5月から第7、総合的弾兵力団長を1976年5月まで務める。1980年から第3軍団長に、1983年に第8代連邦軍総監に就任。 1986年に北大西洋条約機構軍事委員会議長に選出され、ブリュッセルの NATO 本部に駐在した。1989年に任期を終えた。ドイツ連邦共和国功労勲章十字世代受章。アメリカ合衆国レジオン・オブ・メリット勲章。イタリア共和国功労勲章を受章。 退役後の1990年から、NATO や国内外政府の安全保障諮問機関の顧問を務め、講演やメディアへの出演を続けている。夫人との間に3児があり、6人の孫がいる。現在は、ブレーメンノルトに居住。ドイツ国防省による紹介。ありがとうございます。